こんにちは、ギアログフィルムです。今回は人生で初めてレンズにカビを生やしてしまったので、その体験談をご紹介したいと思います。まずはカビがどのような状態だったのかご覧いただきたいと思います。生えたカビはこんな状態で、レンズ前面の裏側に広がっていました。以前カビ付きのレンズを買ったことがありますが、その時はもっとモフモフした状態だったのでカビだと分かりやすく、今回の場合はこれがはっきりとカビなのかは分かりませんでした。そして修理後のレンズがこちら。カメラの北村でお願いしましたが、実際はパナソニックに送っての修理という形だったようです。どうでしょう、見事にクリーニングされています。これで一安心。保証ですが、今回の場合同じ箇所のカビに関する保証が3ヶ月ついていました。このレンズはよく使うレンズだったので週に1回ぐらいは使っていました。自分のイメージではレンズは使っていればカビは発生しないと思っていたので、特に防湿庫に保管することもなく部屋の棚に置いていました。ある日カメラのメンテナンスをしていると、突然レンズの汚れに気がつき、気がついた時にはこれぐらいの大きさになっていました。気になる修理費用ですが、合計で 48,537円かかりました。その内訳は修理費用が 47,437円、取り次ぎ手数料が1100円となっています。修理にかかった期間は9月14日に初めて預けた後、10月4日に見積もりが完了し、最終的に10月27日に修理が完了となり、約1ヶ月半かかりました。今回のことを受けて私はすぐ防湿庫を買いました。くれぐれもレンズは大切に保管しましょう。それでは今回の動画はこの辺で。コメントやチャンネル登録いただけると励みになりますので、ぜひお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。Take this love around the world.